中日カリステが来季の契約を勝ち取った。今季の年俸は、格安の3000万円、サクオフ、金額はいくらでもいいから日本でやりたい、と視察に訪れた立浪監督に直訴。指揮官も、あいつはハングリー、どうしても成功したいという気持ちがある、と頷く。二遊間はまだまだ途上の若手が多い中、カリステの存在は来季のドラゴンズにとって欠かせないものになった。こういう安くてハングリーな選手何人か取った方が誰かしら当たるかも。こういう気概のある選手が一人でも二人でもいるだけでチームが締まる。なかなか良い意味で熱い外国人が来てくれた。その気持ちはめちゃくちゃ大切。まあそりゃ米食ってないからハングリーよな。本当の原石はサトウキビ加えて裸足でやってきたりするもんだ。マキシモネルソンやないか。カリステは直訴してきたタイプだったんか。そら伸びるわ。今季の伸びがオフにリセットされんかったら来季ももっと良くなるかも。手本になる先輩があんまりいない若手内野陣にとっても、いい存在になりそうやね。まだまだやれる年齢だし頑張ってくれ。タッツのお気に入りルート乗ったな。日本人の言うぬるいハングリー精神とは違う、野球にかけるものがあるんだろうな。成功してほしい。今はメジャーの青田街とか亡命増えたけど、昔のキューバドミニカの選手はここで成り上がるってみんな必死だったよな。ちょうど手薄のポジションだし、来年よかったらルナみたいに長く居続けてくれるんじゃないか。成績、伸びしろよりハングリーのお気に入り起用ある。日本から来た監督に直訴するほどのハングリー精神があって、なおかつ優しい性格な助っ人とかチームにとってもプラスすぎるだろ。井端絶賛のカリステだもんな。5月に永住権更新で一時帰国のために登録抹消されて以降、3ヶ月くらい全然上げなかったのがおかしい。もう少し早く使ってたら再開はなかったよ。これはハングリーバトルフェイスカリステ。カリステからは感じるものがあるよ。来季も期待してるぞカリステ。立浪に直訴とかなかなか骨があるやつやないか。常に全力プレイなのは試合見てればわかる。来季も活躍頼むで。